こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、ついに買いました。こちらです。ナーフです。こちらコメントの方ででもリクエストいただいていましたので買っちゃいました。こちらはですね、ナーフの名前がよくわからないんですけど、多分これだと思います。ナーフ N ストライクエリートストロングアーム神連射セットでですね、こちらが弾になるんですけど、まあ、結構使うだろうなと思ったので、こういった30発入りの弾じゃないですね、ダーツって言うんですね。ダーツのセットも買いました。で、すでにですね、ちょっと息子と遊んでみたのですが、まあ、かなり気に入ってました。そしてこちら、何がいいかと言いますと、こうなんですよ。ガチャッと引いて、手にですね、ちょっと打ちますけど、はい、こんな感じで、そんなに痛くはないんです。この弾の先、こういうゴムになってるんです。ちょっと柔らかめの。そして、こちら、スポンジなんです。かなり安全に気を使ってるんだなぁと。まあ、うちにはスナイパーが2人いるので、当たって痛いものはちょっと怖いので、買えないんですけど。そして、あ、打ち方ですよね。まずダーツはですね、ここのボタンを押しまして、このように出します。もうすでに6発入っているんですけど、まあ、抜き出すと、こんな感じです。そして、こうやってスーッと入れるだけです。そしてこうですね。で、あとはこの部分をカチャッと引っ張りまして、こちらのトリガーを引くだけです。まあ、こんな感じです。はい、どこ行った？それでですね、今回こちらで何をしたいかと言いますと、水風船を打って遊んでみたいと思います。一応最長飛距離15メートルって書いてるんですけど、まあ、正直そんなに威力がないので、まあ、水風船割れるかどうかわからないんですけど、割れたら結構楽しいんじゃないかなと思いまして、今からやってみたいと思います。こんな感じ。水風船をここにぶら下げています。そして下にですね、プールを置いています。予備の水風船もこのように作っておきました。こちら輪ゴムで洗濯物干しにかけています。ではですね、打って遊んでみたいと思います。果たしてうまく割れるのでしょうか。当たるかな、そもそも。では、いきます。はい、あれ外れた。いきます。あ、効かない。強いぞ、水風船。あ、当たらない。え、効かない。ちょっと近づきます。あ、効かないんだ。どうしよう。ナーフでは効かない。ちょっともう一回やってみます。近づきましたので、これでいきます。はっ、え、あ、いや強い。嘘。え、全然効かないですよ。あら。ではいきます。あ、いけますね、これ。きっと強いんで、いきます。は、これでも無理。ではですね、ちょっと仕方ないので、ダイソーのおもちゃの剣で切ってみたいと思います。では行きます。はっはっはっ、あ、行きます。はっ。ではですね、最後水風船5段切り行ってみます。いきます。はっ、いきます。はっ、あ、4段切りだこれ。